学び、 その周一を選び7か条ずつ判断して 甲冑やわら、 国徳取りを定め、 さらに6か条の剣術も含ませている。 Yeah!
今より 400年余り前、戦勝の昔より伝えがある。遠く荒木家源頼朝の源は伝承された荒木流憲法は、古くは中国の憲法から発達した戦国時代戦勝の頃の遺産で、荒木無二歳の頃、天体圏から技術として伝えられたものです。 この武術は現世紀要素を多分に持っている。言い換えれば、武術が剣術、柔術などに体系付けられている以前のもので、棒、鎖、小具足、長巻、刀術、剣法などが異文化のまま受け継がれている総合武術である。 Oh.